ホーコン・ウィウムリー・ホーコン・ウィウムリーは、オペラソフトウェアの最高技術責任者。ノルウェー・ハルで生まれ。1986年に、ノルウェーのウスト・フォール・ユニバーシティ・カレッジを卒業後、1987年に、ベイウエスト・ジョージア・カレッジで、コンピュータ・サイエンスの理学志望を取得。1991年に MIT ・メディア・ラボで、資格研究の修士号を取得。 1991年から4年間ノルウェージャン、テレコムリサーチにリサーチサイエンティストとして勤務した後、1994年 WWW 生誕の地であるセルンへ移籍。同年、カスケーディングスタイルシーツの概念を初めて提唱した。翌1995年からは W3C にも参画。 1999年、オペラソフトウェアの CTO に就任。2005年、ウェブブラウザのレンダリングエンジンが W3C の勧告を適切に準拠しているかを検証するアシッドにテストを提唱した。これは後にウェブスタンダードプロジェクトが開発、公開することになった。ありがとうございます。